えー、ーー役の杉田智一です最近ですね、お風呂の電気、電灯のスイッチをポチッって入れたらパーンと吹っ飛びましてですね、ダークネス風呂になっちゃったのでも一応部屋の明かりがあるから、本当の意味での暗闇ではなかったっていうね。まあ考えてみれば、頭洗ってる時とか目閉じるし、ダークネス風呂もいいかなーなんてね。 これが入ってみたら楽しい、うん、ちょうど入浴剤の色が真っ赤だったんだね。これがさらに。そうか、ジップロックっぽい、えっと、まずいな、今ピーってなったな。えっと、ビニールで閉じられる袋のあれ、あれにゲーム機を入れて、コープスをやればいいんだよ。誰だってそうする。俺だってそうする。